今回のいわきらピープルのコーナーはアーカスプロジェクトコーディネーターのともしげさんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、このアーカスプロジェクト、こちらはどういった活動になるのか、まず教えていただけますか。アーカスプロジェクトはですね、1994年に始まりまして、茨城県と守谷市が、共同で行っています、文化芸術活動になりますね。文化芸術活動、アートな活動になるわけですね。1994年となると今年が2014年ですから、20年ですか。そうです、20年続いているプログラムになりますね。どういった方がその文化芸術活動をなさるわけですか。アーカスプロジェクトではですね、アーティストインレジデンスプログラムという、ちょっとまあ聞き慣れないかもしれないですけれども、そういったプログラムをずっとやっていまして、アーティストインレジデンスプログラムというのはですね、アーカスの場合海外からの若手のアーティストの方々を、ここ茨城県守谷市にお招きして、ある一定の期間ですね、ここで生活して、制作して滞在してもらうっていう活動を続けています。そうなんですか、海外からこの守谷市に実際に住んで、アート活動をする、どれぐらいの期間住まわれるんですか。今年は100日間っていう期間になっていますね。そうなんですか、何名ぐらいの方が、今来ているのが3人3人の方、アーティストになります。今年はですね、オランダからとアルゼンチンと、あとはキプロスから来ていますね。キプロス、そういったもう全世界からこの守谷市に来るわけですよね。そうですね。そういったのは何かこう応募を出していらっしゃるわけですか。はい、私たちのプログラムでは、公募制になってまして、世界中のアーティストたちに呼びかけまして、アーティストたちから応募していただいて、その中から、3人を選ぶという形になっています。そうなんですか、ちなみに全世界となるとかなりの人数のアーティストさんがいらっしゃると思うんですけど、どれぐらい応募があるんですか。今年はですね、78の国と地域から、640人、640人ですね、すごい数の応募があったんですね。そうですね、640人の中からの3人になるので、じゃあかなり厳選されて、今回3名の方がこちらにいらっしゃってるわけですね。そうです、そうなんですか。でこの20年間やってこられてるということは、これまでに何名ぐらいの方がこの守谷市にいらっしゃったんですか。今年の3人を合わせまして、今でちょうど91人、はい、あ、それもすごい数ですよね、もうすぐ100人そうですね、もうすぐ100人、ね、あと3年すれば100人って感じですね。そうなんですか。そのこの守谷市に来てそのアート作品を作られる方々っていうのはどういった活動されるんですか。本当にもうアーティストたちによって様々になるんですけれども、今いるアーティストでは一人は、日本の、農業農業について調べていまして、茨城農業体験ですからね。そうですね、でなぜ農業をしているのかっていったようなことを、農家の方たちにインタビューを取ったりして、インタビュー、ドキュメントの映像を作ったりしています。なのでアーティストたちみんなやはりいろんな人から、地域の人であったり、日本の文化であったり、そういったものからさまざまなものを吸収して体験して、それを自分の制作につなげていくっていうような活動をしていますね。そうなんですか、やっぱりそのご自身の国の農業とまたこの日本守谷の農業というのはまたこう違った部分もあったりとかされるんでしょうかね。そうでしょうね、実際何が産業になっていてどういうような、生産活動をしているのかっていうのはやっぱ国によって違うので、そうですよね、あとはどういった活動されている方今年いらっしゃるんですか。今、アルゼンチンから来ているフロレンシアという作家はですね、皆さんにですね、参加していただく一般市民の方々ですね、毎日夢、夜見る夢についての、日記を書いてもらっていまして、夢の日記、その日記をですね、夢をですね参加者たちと、みんなで共同で共有していく仕組みを今作っていて、それもまた面白いですね、それに基づいた、パフォーマンスのような
ます。練習をずっと今繰り返しているところですね。体の動きを使って、はい、言葉ではなくて体でいろんなことを表現していくっていうのは今みんなで練習しているところですね。夢を実際に実現させるような形の。そうですね。夢と、まあ、現実のちょうど合間を表現しているような形です。そうなんですか、はい、そしてもう一方は、はいはい、もう一人の、キプロスから来ているコンスタンティノスっていうものはですね、はいはい、ずっと今建築特にですね、フランク・ロイド・ライトというアメリカの建築家が、はい、日本で建てた建築物についての調査をしていてですね、はい、調査日本にどういう影響を及ぼしたのかっていうのと、日本の文化が彼の建築にどういう影響を及ぼしたのかっていうのを今ずっと調べているところですね。そうなんですか、はい、本当にアートといっても様々ないろいろなアートがあるわけですよね。そうですね、はい、例えばのこれまでその91人の方が、はい、参加されたこの作品などの中でどういったものがあったんでしょうか。はい、本当にみんな、いろんなことをここで実験して、試して、継続して制作を自分の国に帰って制作をしていたりとかするので。なるほど、国に戻ってからも続きの制作をされたりっていう、はい、で一人は本当にこの場所がもともと大井沢小学校っていうところなんですけれども、ここは学校みたいな感じですよね。もともと小学校だったんですね。でここを卒業した方々に、はい、ここの校歌を思い出して歌ってもらうっていう作品を作ってましたね。はい、VTR を撮ってそうですね、はい、それを作品にされたんですか。はい、それは今どのような形で。それは今ですね、はい、彼シンガポールの作家なんですけれども、シンガポール美術館に、はい、収蔵されていまして、その作品が守谷の大井沢小学校の校歌が、はい、シンガポールで流れているっていう。すごいことですよね。感じになってますね、はい、シンガポールで守谷の小学校の校歌が流れるって、はい、ある意味その世界に守谷を発信してくださってるというか。そうですね、はい、アーティストたちが何か活動をすることで、はい、でここ守谷であったり、はい、茨城日本っていうものを知ってもらって、それを今度自分たちの国に帰った後に、はい、ここの文化であったり、芸術的な活動っていうものを世界中に紹介してもらっているっていう形になります。なるほど、そうなんですか。こういったその作家の方が100日間にわたって活動されているということなんですけれども、そういった活動というのは一般の方とかはご覧になれるんですか。はい、100日間の滞在の間中、はい、彼らがいつもその、僕たちがスタジオと呼んでいるところで、制作をしている活動は、はい、ご連絡いただければ見ていただくことはできますし、はい、毎日普段の生活、普段アーティストたちが何をしているのかっていうのがなかなか展覧会とか美術会とか見れないじゃないですか。そうですね、作品だけは見れますけど、はい、制作過程は見られないですよね。で、そういったものを、はい、アーティスト・イン・レジデンスでは、はい、公開する、または制作に関わっていただいたり。制作に関わることもできるんですか。はい、一緒に参加していただいたりっていうことができるようなプログラムになっていますね。貴重な機会ですよね。はい、そうなんですか。そういった何かイベントなどを行われるんですか。はい、今度ですね、はい、ちょうどですね、はい、今ここにポスターがあるんですけれども、また素敵な色の、はい、ピンクで、はい、ですね、はい、今度のですね、11月の15日、はい、16日の土曜日、日曜日ですね、はい、2日間にですね、オープンスタジオといいまして、はい、2つのツアーがありまして、はい、1つは子ども向け、小中学生を対象にしまして、はい、子どもたちと一緒に、アーティストたちって何をしているんだろうっていうのを見て回る、ツアーを行っています。はい、もう一つはですね、はい、今年ゲストキュレーターっていう、はい、学芸員さんの形で、西川さんという方に関わっていただいてまして、はい、その方と一緒に、より詳しく専門的にも、はい、アーティストたちの活動を見ていくっていうツアーを解説してくださるわけですね。はい、そんな貴重な機会がこの11月15、16日に、はい、ここのそうです、ここ、学びの里で、はい、のアーカススタジオで行っています。
なるほど、はい、こちらは入場とか参加は無料ですか？無料です、はい、おー素晴らしいぜひ子どもたちそして大人の方にもご参加いただけるということですので、はい、皆さんにお越しいただければと思います。そして友重さん最後に、はい、ぜひこのアーカスプロジェクト今後に向けてどのような活動にしていきたいとお考えですか？そうですね、はい、本当にそのアーティスト・イン・レジデンスっていうものが、はい、普段アーティストたちがどういう活動をしていて、はい、どういうことをしているのかっていうのが本当に皆さんに見ていただいたり、はい、一緒にその共有していただいたりできる機会ですので、本当に多くの人に参加していただいて、はい、文化芸術っていうものをみんなが自分も作れるとか、はい、参加できるっていうような形になっていけばいいなと思っています。なるほど、はい、ぜひ皆さんもこの茨城にお住まいの皆さんにもぜひこのアーカスプロジェクトをご参加いただいて実際にこう体験していただいて海外の方にも触れていただくことも大事ですよね、はいはい、ぜひ皆さんこちらの守谷学びの里にお越しいただければと思います。本日はアーカスプロジェクトコーディネーターの友重さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。